さあ、皆さんこんばんは。今日は北海道産の玉ねぎと、北海道産のじゃがいも、そして徳島産の人参、そして産地不明キャベツを使ったポトフに挑戦したいと思います。これからこの野菜たちを切っていきたいと思います。皮むくやつ買っとけばよかった。俺そんなにさ、今やったことないよ。どうやってやるの？すげえな。このじゃがいもの皮とかはさ、綺麗に包丁で剥く人すごいね。じゃがいもの皮むきが終わったので綺麗に切れました。皮むきはキャベツの切り方がマジわからんぞ。こんなにもいるのかという疑問にぶち当たった。まあ余った分はまた次に何かの料理に使えばいい。玉ねぎの入りに、せや、人参も皮も買った感じや。玉ねぎの切り方がほんまに分からんぞ。そっか、玉ねぎも一個もいらんのか。はい、切った野菜を入れて、フライパンに入れて、コンソメスープの素と、おろし生生姜をちょっと入れて、水適量をフライパンに入れて火をかけます。ちょっと味見をしてみましょう。うん、ちょっとしょっぱい。水を加えます。さあ、北川博之オリジナルポトフの完成でございます。ねえ、めっちゃ美味しそう。